皆さん野球楽しんでますか？カモネギックス監督のシュウです。今日はいい天気で、明日ちょっと合同自主トレというかキャッチボールだと思うんですけど、やろうと思うんですけど、この2つのグラブをしっかりね、ポケットを作ろうかなと思ってます。まあ、全体的にネオストロングオイルで叩いて型をつけてるんですけど、やっぱり補給面はしっかりボールを取らないと、形作られないと思うんで、しっかり補給面に深いポケットをしっかり作ろうかなと思ってるんですけど、こちらは今ファーストバックで、こちらは普通のバックなんですけど、やっぱりこちらファーストバックで背面が詰まってるというか、皮がやっぱりあるんで、どうしてもポケットがまだ前に出ている状態、まあ、印象イメージ的にですけど、なんでしっかりボールを取ってもっともっと後ろに深みを作っていかないと、結構思ったよりもポケットが浅くっていうことではないんですけど、弾きやすい、飛び出しやすいポケットにまだなっているんで、しっかりと補給面にメリハリをつけて深いポケットを作ろうと思います。逆にこちらは形自体は現段階ではこちらのポケットの方が奥行きがすごくあって、やっぱり背面にここが空いているので、その分補給面の皮が奥に行っているような状態なのかなと個人的には思ってますけども、なんでウェブ下で深いポケットがあるんですけど、まあその分自分の感覚ではですけど、同じサイズなんですけど、こちらの方が縦自体は短く見えます。まあこうがこうなんというか深くなってるような形、後ろに行ってるような形になってるのかなと。なんで深いポケットあるんですけど、こちらもしっかりとここで取ってポケット作りを明日はとにかくしようかなと思ってます。まあ、クボタスラッカーさんの湯もみとかとは違って、やっぱりポケットがまだまだ試合になるといざという時に弾いてしまうことも多分あるので、どんどん明日キャッチボールをして鳴らしていきたいと思います。本日の動画は以上です。チャンネル登録、ツイッターフォローぜひよろしくお願いします。